様、オープニング飾っていただきました汗だくでございます。いかがですかこの空気は。この空気わしの民集まったんじゃろうねしらは。待て全国から御社は集うのに、なぜ刑事の中を見に来るんじゃ。わしを見えて行きたいよちもの。おれでも半分くらいでしたよね今ね。手を挙げた者たちは誰じゃ。平坊した平坊した。わしの甥っ子をよろしくの。優しいのか優しくないのか分かんないですね。なんかいつもと違う。あの三人層の皆さんは仲いいんですか。もちろん仲は悪い。こちらでございますか。仲が悪いになりましたか。いや良いぞ非常にの。まあわしらは家族以上のつながりを持った3人ということでな。まあ現世によみがえっても皆を楽しませるためにな、そのつながりを強く生かして活動をしておるでな。もちろん絆はどの武将よりも深いと言っても過言ではないわけじゃ。ありがとうございます。そうですよね、皆さんなんかね、そうなんか似た感じがありますね。目の細さとかちょっと似てますもんね。どこ見た目じゃなくて、見た目なんか前だけ2人はなんとなく似てる感じがする。やっぱ清松様はね、ちょっとまた血縁関係はないでな。そうですよね。そりゃそうじゃん。いやでも血縁関係はなくても弟みたいなもんじゃ。あ、そういう感じなんですか。年齢的に言うと清松様の方が上に見えますよ。なんか上に見える。そんなことないですね。嘘も上に見えると。実は拙者と刑事殿は20歳が離れております。拙者が下でござる。そういうことですよね、20歳下。でもなんか清松さんの方が老けてみる。多分疲れとるんじゃろうな。気づかれじゃろうな。おそらく。まあ人生いろいろ宿泊ござるでな。それは顔に出るわ。宿泊人生はもがいてもがいてなんぼじゃ。そう石川殿返すわ。これで返されても困るんですけど、なんかまあね、宿泊してるところでございますけども。さあいよいよね、全国武将隊大博覧会4回目いよいよ始まりましたけども、さあ今回ですね、池武将選手権というのもございまして、名古屋おもてなし武将隊からは信長様が明日ね出陣されるんですね。もうこれで信長様が全国武将隊の中で一番イケてなかったら、これちょっと大変なことになると思います。ちょっとね、歴史が変わると思うんですけども、その点いかがですか。まず信長様がイケていないということがまずない。この通りでございます。我らが御大将で、そして戦国の世の覇王であらせられる信長様がイケてないなどということは決してないでな。皆さん負けるはずがないですな信長様。今名古屋城のきっと大差にて勝利を収めてくれるとわしらは信じておるでな。皆さんも明日ぜひとも楽しみに待っとってちゃうよ。ありがとうございます。そうなんです、池武将選手権というのが、ね、明日行われますので、全国の武将隊からそれぞれ、ね、1名ずつ出ていただきまして、どこの隊が一番イケているのかというのをね、ちょっと競ってもらいたいと思いますので、ぜひともね頑張っていただきたいと思います。ずっといますね。ちょっと預けさん一言もらっていいですか。拙者初の参加にございまする上、誰よりも楽しんでまいりまする。ぜひお願いします。なっちゃん、なっちゃん、皆様方、本日はようこそお越しくださいました。我らと一緒に最後の最後まで楽しんでくださいませ。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。本当にね、最後の最後までお楽しみいただきたいと思います。それではありがとうございました。名古屋おもてなし武将隊の皆様でございました。ありがとうございます。かっこいいね。ありがとうございます。よろしくお願いします。ジョータンさんね、いい顔だ、すごくいい顔だ。ありがとうございます。